皆さん知ってますか？明日は M トーナメント決勝戦。イエ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 イ。そう、明日 M トーナメント決勝戦2戦勝負。そんなんトップ2回取れば勝ちでしょうということで、明日はねとにかくリーチガンガン打って、泣きもガンガンして攻めまくって、もう激しく散る、花火のように散るか、もう優勝するかのどっちかの気持ちでいきますわ、うん。パッと光って咲いたか、パッと光って散ったか、どっちかでいきます。はい、飛びそう、いやいや勝つ方でいくから、勝つ方でいきますんで、うん、光ることは確定。そう、負けるにしても光る、うん。優勝したら泣くぜ、頼むぜ。帰ったら優勝ありがとう、優勝おめでとう配信するか、優勝できなかったら残念配信するか、どっちかだね。優勝おめでとう配信だろ、さすがにやるならな。うん、ニカリにもサムネ作っといてもらう、優勝おめでとう配信のサムネ作っといてねって言って出るわ。うん、完全に負けフラグっぽいけど、まあいいだろう。トップ取りだと1戦目の押し引きは変わるね。もう鬼のように押すよ、鬼のように鬼のように押すよ。まあ、鬼のように押すんだけど、これよく言ってんだけど、鬼のように押すんだけど、もう本当に鬼を超えた押しはダメね。だからもうめちゃくちゃはしないんだけど、本当に、うん。例えばもうリャンシャンテンでリーチ受けて、もうバン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 みたいな、めちゃくちゃはしないんだけど、同じリャンシャンテンでもね、例えば親でもう落とせない親でリャンシャンテンとか、マンガンのリャンシャンテンとかで押すは全然ありだけど、めちゃくちゃの押しはしない。しかしよく押すって感じ。大輔さんくらいの押しなら余裕でできる。うん。どうかさん、明日の祝勝会配信見れないかもしれないで、前はしておき、ありがとうございます。ナイスパレードます。前祝いありがとうございます。みんなも祝う準備しといてね。どんな言葉で祝おうかなとかね、考えとくんだよ、ちゃんと。うん。とりあえずね、トップ以外も意味あるから、もちろんね。3着、2着は狙っていくよ、ちゃんとね。明日初戦ラストだと相当きついね、マジで。で2位通過でも初戦ラスきついのに、優勝しないといけないから、初戦ラスはマジできつい、うん。これポンだね、もう。優勝しなきゃいけないから、初戦は、まあ悪くとも3着にはしなきゃいけないね。うん。初戦3着もね、正直、ちょっとね、次トップ取って、さらに初戦トップの人を3着以下に沈めなきゃいけないから、ちょっと大変なんで、うん。初戦はトップが欲しい。できれば2着。うん。これ、カンする？奇跡のリンシャンツモ。ちょっと待ってね。さすがに奇跡すぎるか。いや、でもこれ、積もるぐらいの気持ちでいった方がいいな。おら！あら？あれ？あら？あれ？あれで、あれ、あれ、あれ。アンパイ、スワンだけ。さすがにスワン切るか。レアウマンとサブロは選べねえよ、これ。おろされちゃった、カンしたせいで。え、アパイないんだけど。 C1 も危ない。リアンはテンパイ、ロン忍法展望盗みの術。これってさ、もしかして関してなかったら C1 積もってないねえ。これ関してなかったら C1 積もってないねえねえ。関せずにトン切ってたらさ、積もってたよね、C1。え、どういうことこれ。どういう、一体どういう。はぁ、へぇ、ほぉ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 。しかもちゃんと降りたのに、へぇ、はぁ、ああいうことがあるんだね。なかなかやるじゃないか、みんなね。今のリャンワンとチーワンの比較は、チーワンもリャンワンも当たるけど、スーワン3枚見えてて、チーワンも別にカンチャンペンチャンあって、じゃあテンパイ取れるリャンワンのがいいねというね、脳天マップもらえるんでねという感じですね。はあ、はあ、今の花火のように散ったね、マジで。うん。パトヒカテチーター。今の散ったらマジで。まあでも、輝きだけは見せれたね。感をしてね、つぼりに行くという。輝きだけは見せることができましたね。はい。あれ、チーワンがリンシャンにいたらね、もう超かっこよかったのに、
逆だったね、本当にね、うん、オーラス、トップイが意味のないとしてリーのみ、まあ親は絶対来る、まあ下茶も多分来る、トイメンはリーチしたら分かんないという状況で、まあ1300は2200足りない、裏ドラはちょっとピンズが乗りづらそう、うん、いやこれ1戦目もリーチしないと思うんだよな、うん、ツボは OK で、うーん、裏一条件を脇から上がるかどうかという話ですよね。裏一条件を脇から上がるかどうか、カンパビまあそんな悪くはない、うん、1戦目でこの持ち点だったとしても外すね、うん、ダメだね、2着で終わるの許せないな。じゃあ裏がじゃあ乗ってるかどうか見るか、これ多分乗ってないと思うんでね、やっぱ確率的にね、あんま乗らないからね、うん、乗ってるね。まあ裏1にねかけるという手もあるわけだよね。でももう乗ってたね、乗ってたらまた話紛らわしくなるんだけどな。まあ外すか、さすがにこの順目この形赤は向いてる状態で、うん、リーチしてツボ直以外見逃しはさ、リーチしてパーピー1個打たれてパーピーあとツボるしかないっていうのはちょっとね苦しいっすね。だからリーチしたらさすがにパーピー上がるしかないと思うね、うん、ローソーの時キューピンチーピンはね、まあやってもいいけど、まあくっつき赤ワンだけでいいかな。まあこれで外してブチ切れて、でここでもう一回選択来るんだけど、今度はローマンが2枚切れちゃったことによって赤ワンのくっつきが弱くなった、なおかつ6球ピンツボのピンフツボで OK なので、うん、これは取るよりかな。ローマン切れてなかったらもう一回パーピン切るかなというね、またこれもまた難しい選択。ローソーと赤ワンの比較はウーソーがドラ表にあるんで、ローソーのくっつきのがちょっと弱いんですよね。ウーソーが誰がどう思ってるかよくわからないんで、マンズの方がまだ馬強良かったんで、ローソー切ったっていう感じ。親の転売気配はないです、全然全然気にしてなかった。これはでもやっぱローワンが2枚切れてたらね、あこれはこうしそうかね、赤ウワン、ローワンがね2個切れちゃった以上、そしてこの6球ピンをツボにかけるみたいな感じでいいか、この感じでいいでしょう。 M トーナーはね、座順トップない、同点は同点です、同点は同点、2戦トータル同点なら分かんない、初戦トップの方が勝ちかな。まああんまりね同点の時ってないんですよね、2戦とも同じ点数なんてことはもうこの麻雀史上起きたことない気がするからな、さすがにそれは気にしたことないな。座順は明日決まります、明日決まりますんで、ラスオヤがいいよね。